日本東京都千代田区富士見富士見は東京都千代田区の地名。現行行政地名は富士見一丁目及び富士見二丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は102-0071。なお、千代田区では富士見一丁目に富士見出張所を設け、富士見、飯田橋、九段の全町域及び千代田、北の丸公園一橋一丁目を管内として、 富士見地域と呼んでいる。千代田の北西部に位置する。北西部から西部一帯は外堀を境に新宿区神楽坂、道区市ヶ谷田町、道区市ヶ谷線河原町にそれぞれ接する。北東部から東部は千代田区飯田橋に、南部は千代田区九段北に接する。町域内には大学や高等学校、専門学校など文教施設が多く集まっている。二丁目には 大型の病院も複数見られる。他に、町域内には、商業地及び、住宅地が混在している。南東部が、富士見一丁目、北西部が、富士見二丁目にあたる。法政大学の裏側から、白百合学園に靖国神社の道路は、朝鮮総連根本部が近くにあるため、警察官が数人終日配備されている。住宅地の地下は、 2017年1月1日の工事地下によれば、富士見1の4の12の地点で136万円平方メートルとなっている。地名は、1869年に最初に設定された場所、すなわち、九段坂上の三番町場場、武家地、家女地を貫く三番町通りが、西方月あたりに富士山がよく見えることから、富士見通りと呼ばれていたことに由来する。また、 法政大学の裏側にある富士見坂も1873年に拡張された町域内にある。ここも富士山がよく見えたことによる地名だが、現在では高層建造物が密集しており、富士山を見ることはできない。富士見町の名称は、1869年に球団上に初めて命名され、1873年3月に旧三番町の一部、 旧四番町を含めて六町目まで成立した。震災復興計画で安国通りが拡幅整備されたのに伴い、沿線に九段の町名が新設され、1933年7月1日に一町目は九段二町目、三番町、三町目は九段三町目に改変された。戦後の町名改変で安国神社の境内北辺から、 牛米見つけ、新見つけをコーナーとする区域に改めて、富士見市、二丁目が設置された。1933年から安国通りに面する富士見町が消え、町名の区画も戦前の富士見町とは異なるので、古い資料を交渉するときには注意が必要である。2010年前後に相次いで再開発が行われ、飯田橋駅周辺で、 病院や低層住宅が立ち並んでいた一部の地域が高層ビル化された。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。 町域内を早稲田通りと大神宮通りが通っている。町域内に鉄道駅はないが、町域北東側では飯田橋駅が、北西側では市ヶ谷駅が、南部では九段下駅がそれぞれ利用可能である。ありがとうございます。